11時から総務会ですので、手短に、ご勘弁をいただきたいと思います。国対委員長からは、国会改革について、スタートをさせるという事実の経緯がご報告でございました。参議院の国対からは、これ、議運とも関係をいたしますが、山本太郎議員の昨日の陛下に対して、文書を手渡したという行為、このことをどのように考えるか、あるいはアントニオ猪木の北朝鮮渡航をめぐって、これは不許可になったというようなこと、そういうような今、参議院のことということのご報告でございました。山本太郎議員の行動につきましては、若干の議論が役員連絡会であったところでございます。参議院幹事長からもそのような発言がございました。選対委員長からは、今行われております広島県知事選挙について、あるいは、世情を賑わせておりますところの名護の市長選挙につきまして、県連に、候補者調整を依頼中であるという旨の報告でございました。政調会長代理より、党大会の例年行っております政策セミナーは、今年は党大会の前々日、すなわち金曜日に、憲法についてのセミナーに集中したらどうかというお話がございました。これはただいまの幹事長室におきます会議で、党大会の運営は幹事長室が責任を持っておりますので、そのことの調整はまだ不十分ですので、まだ日のあることでございますから、調整をいたしたいと存じます。女性局長からハッピーオレンジ運動、すなわち児童虐待防止について、そういう運動についての言及の報告がございました。以上です。これは役連で議論をして答えを出す性質のものではございませんが、これが根本論として、天皇陛下を政治的に利用しようとした、すなわち山本議員の、そういう思いというものを陛下に主向したということ自体、これを憲法によって、陛下は政治に関与しないということになっているわけで、陛下が関与されたわけではもちろんございませんが、陛下というご存在に対して、そういう文書を出稿するということ自体が、陛下を政治的に利用しようとしたというですね、利用しようとした側の問題ではないかというのは根本論としてございます。陛下は何をなさったわけでももちろんございません。そういう利用しようとした者というものに対して、どのような評価を下すべきかというのは根本論としてございまして、院の秩序を乱したというのは、この建物たる、国会という物理的なものを指すのではなくて、組織体としての参議院、あるいは組織体としての衆議院ということを考えた場合に、その構成員でありますところの議員というものが成した行為というものは、それすなわち院の秩序というものに関わるのではないかという議論もございます。いずれにしてもこれは看過すべきことである、看過せざるべきことである、見過ごしてはならないことであるということはみんな一致をしているわけでありまして、これを当人の意識の問題であり、当人が第一義的に考えるべきことであるということで済ませていいことではないだろうというのが流れであったと思います。いずれにしても非常にこう物事が重大でございますので、慎重に議論をしなければなりませんが、これが投函しされていいということだと私個人は考えておりません。これは参議院が参議院として、このことですので、党の幹事長として今申し上げるべきことではございません。それは党としてこうすべきだということで議論が終了したわけではございません。今町村 PT で、議論が行われているところでございます。
例えばインカメラ方式、あるいは訴訟における経費の軽減、あるいは乱訴というものをいかにして、防ぐか、それが実際の目的とは異なり、あまりに争いが多く提供されるということになれば、それは司法の機能というものを減災させることにもなりかねない。それは手続きが煩雑であり面倒くさいのでということは本質的な理由にはなりませんが、情報公開を求めてということとはやや事柄を異にするような事態が想定されないかという議論もございましょう。でこれは行政府の中だけで、これが秘密、特定秘密であり、この者がそれを行うに、行うべき人物であるとし、というそのいろんなことが行政の中で完結をするということの弊害をいかにして防ぐかということで議論がされているものだと思っております。でそれが本来の目的を達するような議論であれば、それは大いに傾聴しなければならないし、公明党と連携もしていかねばならない。でしかしそれが本来の目的を逸脱するようなものが仮にありとせば、それは排除していかねばならないことなので、もうあまり現在その国会においてそのような委員会が設けられ、これから審議が始まらんとする段階において、我が党としての考え方を取りまとめるような作業が今行われているのだと認識をいたしております。よろしいですか。はい。テレビ朝日ですけれども、公務員制度についてお聞きしたいんですが、来週5日にも閣議決定されると思うんですけれども、まあ、幹事長の受け止めをお聞きしたいのと、2009年の当時の甘利大臣の時のですね、案に比べてやや後退した感があるというような意見もありますが、それについて幹事長はどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。どの点が後退したということをおっしゃっておられますか。人事院のですね、権限を持ってこられなかったとか、そういったことについてですね。それは人事院は人事院として存在理由があって、その役割というものが全くなくなっていくというものではございません。で公務員というものをあるその一定のものから上を国家人事局というような形で管理するということがこの主眼であると承知をいたしております。ですからそれがその例えば A という役所でよくできるものを B でも使いたい、B という役所であまりできないが C では活躍できるかもしれないとか、でそういうものがどうやってきちんと客観的に公正に判断できるかということが問題の一つの本質かと思っておりまして、でそちらの防衛省とか農林水産省とか特に防衛省ですが、人間が非常に膨大なですね、人たちで人事案件が上がってくるたびに、この人どんな人って聞かなければいけないわけですね。だからそのたまたま人事の巡り合わせで私がよく知っているものがいれば、これはいいねとかこれはダメだねということを言うわけですが、でたまたま人事の巡り合わせによって私と時の大臣と、そういうような関係になかったものは、そういうような対象から外れてくるわけです。でそういうのをどうやって防ぐかということで、今度の国家人事局なるものがそういう機能を果たし得るのかどうかということが国会において議論をされるし、そういう機能が十分に果たされればそれはいいことですが、本当にそれが分かるのということです。でそれが対象をそれだけの数にして良いのか、もっと絞り込むべきなのかとか、そういう議論は過去ございました。それは国会においてこれからご議論いただくことだと思っております。会長としてはそのままで、それが機能すればね、それが機能すればね。ですからその個人的な感想で言えば、私が防衛大臣とかあるいは農林水産大臣とか行くばっかでも役割を果たせたとするならば、それは政務次官をやり副大臣をやり、防衛の場合には大臣を3年やってですね、それでもなお分かんないこといっぱいあるわけです。でその次官がですね、人事はこのように出したいと存じますとこういった時に、これはいいねってこともあったが、この人誰ってことがなかったわけではない。でそれは国全体の資源たる公
公務員をいかにして有効に活用するかという観点からどうなんだろうねという話と、でその他省庁のことは分かんないわけですね。で他省庁でも例えば非常にこうその役所ではなかなか十分に仕事ができないが、こっちへ来るともっとできるとか、その役所で非常な能力を発揮している人をうちも欲しいとかいうこともあるわけです。ただそういうふうに国家人事局というものを作っても大臣の機能というものが損なわれるわけではございませんので、要はいかに大臣が省内を掌握をするかということがもっとよく論ぜられなければならないのではないでしょうか。名護市長の言っていくと伺いたいんですけど、先ほど役連でも川村大臣が沖縄県連の方に法人社協定を依頼しているという話があったということですけれども、県連はその県外移設を掲げているということについて、この間尾長会長はですね、議論に負担をするべきではないということで、県連の中で改めて意見調整を県内に含めて、していきたいという話があったようなんですけれども、それに対して今後党本部として当然それが一本化に向けての動きの一つでもあると思うんですけれども、党本部としてどのように関与していくかという考えもあります。これは昨年の総選挙も今年の参議院選挙もそうですが、どこへ移設するかという権能はそれは国が持っているものであって、党の県連が持っているものではございません。党の県連として県外の方がいい、県外を求めるという求めるという行為に対してまで党本部としてそれを制約することはできません。我々は中央政府と一体たる自由民主党として、これは日米合意の着実な履行ということで県内というものを崩したことは一度もございません。それに対して沖縄県連として県外を求めるということをそこまで否定することはできないということで、これはねじれでも何でもなく立場の違いというものだと思っております。で現時点においてこのまさしくその移設先であります名護の市長選挙において県連が何を主張するのか、やはり求めるということであるのか、それともこの普天間の県政の状況、すなわち普天間基地が所在しますとこの宜野湾も沖縄県連のテリトリーといいますか、そういう中に入るわけで、それを全体的に考えた場合に県外を求めていく、しかしながら普天間の危険性を一日も早く除去しなきゃいけないという観点で、昨日末松氏が辺野古も選択肢というふうに述べたというふうに聞いておりますが、そこは県連の中において、普天間の危険性も除去しなければならないという、そういうような事実の認識のもとに、そういうような議論がもう一度行われる、つまり求めるということはそうなんだけれども、実際に辺野古を移設するということも選択肢であると。埋め立ての承認知事が行わなければどうにもこの話が進むわけではないので、まず知事のそういうような判断が下ったとするならば、それを移設先として辺野古を受け入れるということにするのか、そこはいろいろな議論があっても当然だと思っております。ですから党本部としては方針を変えたことは一度もございません。そして今その齟齬があるように見えるとすれば、それは立場の違いというものであって、そこにおいて立場は違うけれども、沖縄県連としてこういう方向でいきたいというふうに変わることは、それは当然あり得ることだと思います。これは国民投票法というものが早くにその実行を得られるような体制を整備をするということは必要なことだと思っております。党内でこのことについて慎重な意見があるということは、我が党においてはいろんな意見が述べられるというのはそれは当然のことでございますので、最終的にどのように意見が修練し国民投票法の実効性というものが一日も早く得られるということが最優先だと思います。